一国社会主義論とは、世界革命を経なくても一国で、社会主義の建設が可能だとする考え方。1924年に、ヨシフ・スターリンが主張し、1928年のコミンテルン第6回大会で採択され、各国の共産党において支配的な見解となった。カール・マルクスとフリードリヒ・ヒエンゲルスは、当初、共産主義革命は、 ヨーロッパの先進国で起こって、その他の地域に波及していくものと予想していた。エンゲルスは1847年に書かれた共産主義の原理という総考で次のように論じていた。共産主義革命は、決してただ一国だけのものでなく、すべての文明国で、言い換えると、少なくとも、イギリス、アメリカ、フランス、ドイツで、同時に起こる革命となるであろう。それは、 世界の他の国々にも同じように著しい反作用を及ぼし、それらの国々のこれまでの発展様式を全く一変させ、非常に促進させるだろう。それは一つの世界革命であり、従って世界的な地盤で起こるだろう。しかし1882年に書かれた共産党宣言のロシア5番序文では、マルクスとエンゲルスは、ロシアは、 ヨーロッパの革命的活動の前例となっているという認識を示し、ロシア革命が西ヨーロッパにおけるプロレタリア革命の合図となり、その結果、両者が互いに補い合う可能性に言及した。1905年のロシア第一革命の際、ロシアのマルクス主義者たちは、このマルクス・エンゲルスの認識から出発し、ロシアの革命が ヨーロッパの先進国の革命を引き起こすと主張した。最も明確にそれを述べたのが、レフトロツキーの永続革命論だった。ロシア革命は、ブルジョア自由主義の政治家たちが完全な形でその政治的才能を展開する可能性を得る以前に、権力がプロレタリアートの手に移り得るという条件を作り出している。ロシアのプロレタリアートは、 一時その手中に権力を握った後、自分自身のイニシアティブでヨーロッパの土壌に革命を移植しようとしなくても、ヨーロッパの封建的、ブルジョア的反動によって、そうすることを余儀なくされるであろう。この見解では、革命はヨーロッパの先進国より先にロシアで起こる。しかし、ロシアの革命政権が持続するためには、ヨーロッパ革命が起こらなければならない。 10月革命を成功させて権力を獲得したボリシェビキはロシア革命が直ちにヨーロッパ革命を呼び起こすことを期待した。1917年10月25日、ペトログラード労働者、兵士代表ソビエトは我々が社会主義の大技を完全かつ強固な勝利を収めるまで遂行するのを西ヨーロッパ諸国のプロレタリアートが助けるものと 確信しているというレーニンの決議文を採択した。しかしヨーロッパでの革命運動は次々に敗北し、ウラジーミル・レーニンが死去した1924年の時点で革命の展望はほとんどなくなっていた。レーニン死後の権力闘争の中で、スターリンはトロツキーの永続革命論に対する批判を開始し、ロシア一国で社会主義建設が可能だとする一国社会主義論を 作り上げていった。トロツキーの理論は、一国における、しかも、遅れている一国における、社会主義の勝利は、西洋の主要な国々で、プロレタリア革命が前もって勝利するのでなければ、不可能であるという、メンシャビズムのありきたりの理論と、どこが違っているか。本質的には、違ったところは、何もない。スターリンは、一国だけの力で、 社会主義を建設し遂げることができるかという問題と、プロレタリアートの独裁を勝ち得た国は、他の一連の国々で革命が勝利しなくても、外国の干渉から、従ってまた、古い制度の復活から全く安全であると考えることができるかという問題を分離し、後者は否定したが前者は肯定した。一国での社会主義の勝利を、我が国の内部の力で、 プロレタリアートと農民との間の矛盾を解決することという国内の問題としてみなしたことによる。トロツキーはこの理論を世界革命の放棄とみなして、激しく批判した。しかし権力闘争に勝った、スターリンの理論は、ボリシェビキの公式見解となり、各国の共産党へと普及していった。マルクス・エンゲルス、共産党宣言共産主義の原理マルクスレーニン主義。 研究書分け、大月書店国民文庫。1952年、94から95ページ同情、13ページ、トロツキー、総括と展望、第2期、トロツキー先週3話が第一革命。原明の分け、現代視聴者、1970年、318ページ、トロツキー、総括と展望、第2期、トロツキー先週3話が第一革命。 原明の訳、現代視聴者、1970年、367ページ。例人全集、第26巻、大月書店、1958年、246ページ、スターリン、10月革命へと、ロシア共産主義者の戦術、スターリン全集第6巻、大月書店、1952年、396ページ、スターリン、 ニン主義の書問題に寄せて、スターリン全集第8巻、大月書店、1952年85ページ、スターリン、ニン主義の書問題に寄せて、スターリン全集第8巻、大月書店、1952年89ページ。ありがとうございます。